はい、オリンパスです。オリンパスの、SC というモデルをご紹介します。はい、ここに、オリンパス S とありますけれども、SC と言います。どういうことかと言いますと、この前のモデルが、オリンパス S で、受光装置がセレンだったんですね。はい、でここが受光装置になるわけです。これセレン。セレンから CDS に変わってます。はい。それで、あえて SC というふうに呼ばれている、カメラです。レンズシャッター式のレンジファインダー機ですね。はい。CDS 受光素子ですから、電池を使います。ここが電池室になりますね。回していただいて開けていただくと開きます。はい。で、本来こういう電池を使います。はい。HD もしくは MR 型、MR9 型水銀電池と呼ばれるものなんですけれども、もうこれは製造されてませんので、この輸入品を使うか、もう100円ショップで売っている LR3、43でも、44でもいけます。はい。接触しますので、あえてもう私慣れてますんでスペースはつけてないんですけれども、奥が、マイナスで、この蓋がプラスなので、もうこのまま乗せてもですね、ちょっと台形型にもなってますもの、接触しませんので、バネの部分ですね、マイナス部分にこう接触、プラス部分に接触させて、こう、回し上げれば、それでも接触しますので、そのようにお使いいただいてももういいかなというふうに思います。一度試し撮りされて、暗いと、ちょっと強めだということでしたら、調整されればいいかというふうに思います。はい。で、電池入れました。フィルム室の開け方は、こちらピンになります。はい。引いていただくとポンと開きますので、これでこちらからフィルム入れて、はい。こちら差し込んでいただければ、はい。それで結構です。差し込み口が、はい。一箇所ありますのでね、はい。ここに差し込んでいただいて、はい。装填していただければ、それで OK ということになります。はい。で、蓋を閉めていただいて、空打ちをしてですね、撮影準備に入るわけですけれども、フィルム入れれば、まず、フィルム感度設定ですね。はい。こちらのピンになります。はい。で、表示ここです。はい。ここに装填したフィルムの感度。これ、まあ、こういう感じですね。はい。回しながら、ちょっと押しながらですね、爪がありますので、こちらですね。はい。回していただければ、これで、はい、回りますので、400でしたら400。まあ、100ですね。こういう模種のカメラ、最速が500分の1秒とかなので、対応していても日中夜が400とか入れると、振り切ってしまいますので、もう100なら100。基準100ですね。はい。で、まず設定してもらうと。はい。で、次に、フィルム感度設定しましたら、露出の設定なんですけれども、基本的にはシャッター速度優先 E で、合わす形になりますね。この先頭のダイヤルですね。ここに切り込みに表示がありますね。回しますと、これにも動きません。はい。この表示、中変わりますので、125分の1秒でしたら、まあ、だいたい、そうですね。朝100でしたら125分の1がもう基本なので、まあ、ここに合わせていただくと。この赤い印ありますね。これ、ずーっと延長線が M って書いてますね。ここに持ってきますと、はい、30分の1秒で赤字になります。これずーっと B、バルブもあるんですけれども、最後まで B、赤字なんですけれども、はい、こういうバルブも使えるわけですけれども、ここの M ずーっとこっち来て、30分の1秒でこう止まってますけれども、線が。M9 バルブといって、当時1回だけの発光球のストロボだったんですね。それを装着するときは、ここに合わせてください。同調しますということです。はい。ちょうどシャッターが開き切った状態のところに、MQ バルブが、格好のピークですね、来るので、これに合わせてあげてくださいということですから、普段、意識されることないです。はい。だいたい60分の1秒以上で設定するのが、ポイントだというふうに、初心者の方手ぶれします。はい。で、シャッタースピード合わせました。はい。で、露出計を見るのはここです。はい。下に行くと、まあ、触れてない。上に行くと、触れてるということなんですが、このように、針は、これで下いっぱいです。はい。上いっぱいも、そんないっぱいいっぱいまで行かないです。中でこう、針がこうあって、ストッパーがあって、ストッパーで止まってますので、そんな大きく触れるものではないというふうにお考えください。で、明るい方に向けてですね。はい。見ようかな。ここが、露出計のボタンなんです。で、押してる間だけ通電します。はい、今上に触れましたね。はい。離すと、はい、通電しますね。ですから、
被写体に向けて構えて、親指でここを押します。はい。で、この針を見ながら、ここのですね、はい、ダイヤル。先ほど ASA の、感度合わせダイヤルなんです。これが絞りのダイヤルなんですね。開放値 1.8 から16までいけますので、この針を見ながら、ちょうど真ん中のところに来るようにこう回してあげるわけです。はい。そうするとこう動きますので、針が。はい。大体真ん中のところに来るように合わせてあげれば、これで露出 OK ということですね。絞り見ますと、今、2.8 というの間ぐらいになってますね。はい。ちょっと暗いな。押しますと。今、振り切ってる状態になりますね。はい。から、絞り込むと、はい。真ん中ぐらい。絞りが、5.6。ちょっと絞り込んでるぐらいですね。はい。まあ、これぐらいで撮っていただければちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、巻き上げて、距離調節はこの一番奥のダイヤルですね。はい。こう動きな、覗きながら、真ん中の人流画像を合致させてあげればいいんですけれども、この、はい。このファインダーの上にも、針が投影されて見えますので、見ながら合わせることもできます。はい。で、シャッター切っていただければ OK と、はい、いうことになります。はい。セルフタイマーもあります。ここですね。はい。これ、特に、コパル製の、シャッターですけれども、X というもの切り替えスイッチというのもないので、もうこのままセットしていただければ、これで、はい、走り出しますので、これで OK だと、はい、いうことになります。巻き戻しは、普通のカメラと同じですね。もうこう押しながら、はい。ウィンモが終わったら、ここ開けていただいて、はい、こう、回していただければ、これで巻き戻せますので、コツンと引っかかりが変わりますので、はい、それでカタカタカタと言いますので、それでやめて、開けて、ウィンモを出していただければ、はい、それで OK という形になります。はい。出していただいて、どんどん出していただければというふうに思います。はい。この時代、露出系、だいたい CDS とかが、こう、軍艦もについてくるんですけれども、スイッチを押してる間だけが通電というのは嬉しいですね。だいたいもう速攻しっぱなしのものが、ありましたので、このように電池消耗しないように押してる間だけということですね。気づけた、ならないのは、あれですね。こう、構えた時に、ここが受光素子ですか。こう、指にこう、隠れてしまうと、速攻しませんので、正しく。必ずこう、被らないように、こういうふうに、はい、速攻していただければ、いいかな、と。はい、いうふうに思います。はい。そうですね。あと、あ、この、巻き上げのところのダイヤル。はい。見ますでしょうかね。これ今、MP という表示な。これ MP ですか？入ってないということですね。はい。これ、この軸を回しますと、はい。パン、ネオパン、白黒のことですね。はい。で、COL、カラー。はい。電球のマークついてますね。はい。で、もう一つ動かしますと、はい。同じく COL カラーで、太陽のマーク、デイライトですね。はい。つまり、まあ、ポジのことですね。はい。当時、まあ、ネガではなく、モノクロか、ポジか、スライド写真ですね。まあ、投影させてみるか、アイフィルム使うか、どちらかというのが設定だったんですね。別にこれ設定したからといって、中に何も関連してません。どういうフィルムを入れてるかっていう記録だけなので、飾りというふうに、考えていただければというふうに思います。はい。1963年、だいたいもう、この時代のカメラになりますと、もう半世紀になってますね。CDS 受光素子、もう完全に劣化して、この時代のもう後ですね、70年前後になってくると、ちょうどこういう大衆機のカメラっていうのは、レンズの上に小さい、ものがついてくるわけですけれども、もうどんどん死んでいってるものが多いんですね。皮肉にも、それより古い、まだ、こういうところにまだ、受光素子入れれなかった時ですね、技術的に小さいのがなかったんですね。で、どうしても大きいものが、ここに入ってたんですけども、コニカでしたらコニカのオート S とかね、はい、ここに受光素子がありますけれども、とても大きい受光素子ですので、結構生きてるものが多いです。はい。
ただ、あまりも最近見かけないようになりましたね。このオリンパス S、C、この前の S もそうですね。あまり、昔からですけれども、たくさん見かけるものではないので、もし使えるものがあれば、大切にしてあげればというふうに思います。はい。露出計は先ほど言いましたように、こうボタンを押して、ここで、まあ、速攻するという。まあ、電気でコード繋がってるんですけれども、何も機械的に連動してるわけではないので、電池がなければ、いわゆるその、シャッタースピードは、こう、任意で自分で設定して、絞りは設定して、完全フルマニュアル、機械式の、シャッターですので、それで使えますので、受光素子がダメでも、はい、使えますので、もしお手にする機会があれば、大事に使ってあげればというふうに思います。オリンパスレンズ、G 随行、開放値、1.8、とても明るいレンズがついてます。はい、42mm、はい、表情もちょっと、広めと言いますか、実際標準 50mm というのは、目で見た範囲で映るようにはなってるんですけれども、実際、撮ってみますと仕上がりはちょっと狭いんですね。はい。で、まあ、プロはもちろん、セミプロの方などは、そういうのを十分認識した上で写真撮れるわけですけれども、一般大衆はそういうことわからないので、この種のカメラ、よく 50mm よりもちょっと広角、45とか、いう風になってますね。これでしたら、G 随行の、開放値 F1.8 で、42mm というレンズは今ちょっと珍しいと思いますね。あの昔の随行の渋い写りします。はい。多少のことがあっても、このレンズで、撮れるカメラっていうのもちょっとないので、大事にしていただければと、はい、いうふうに思います。はい。オリンパスの、1963年に出ました。はい。レンズシャッター式、レンジファインダー機、はい。オリンパス。SC でした。はい、以上です。